乗車、はい、舞浜駅到着しました。今回舞浜駅に来たのはですね、三井不動産レジデンシャルが供給した新築分譲マンションや戸建てを購入した方が参加できますレジデンシャルサンクスナイト2019に参加するためでございます。余談ですけども、舞浜駅の駅員さん、昔は舞浜だけ特別な制服だったと思うんですけどもね、いつの間にか通常のものになってますね。はい、ということで、入園までですね、時間があるため舞浜駅の下にありますサイゼリヤに来ております。皆様、舞浜にサイゼリヤがあるってご存知ですか？こちらは熟成ミラノサラミ、そしてキャベツのアンチョビソテー。はい、メインディッシュのペペロンチーノでございます。はい、ということでですね、ちょっとサイゼリヤがうますぎてゆっくりしすぎちゃいまして、ただいまの時刻は18時17分頃、今からですね、リゾートゲートウェイステーションから、東京ディズニーシーまで向かいます。はい、ということでリゾートライン乗りました。リゾートラインですね、椅子がふかふかですね。ちゃんと車掌さんが乗ってますね。はい、ということで現在時刻は18時30分でございます。東京ディズニーシーステーションに到着をいたしました。現在の時刻は18時45分です。これからですね、貸切チケット引き換えます。はい、ということで現在の時刻はですね、18時50分でございます。引き換え自体はですね、5分ほど並んで、サクッと引き換えができました。今待機列並んでおります。現在時刻は18時50分でございます。はい、ということでですね、待機列並んでおります。開園まであと40分ほどでございますが、なかなかな人の列でござんす。はい、毎度おなじみのですね、オリジナルキーホルダーも引き換え時にもらいました。裏にはですね、三井不動産レジデンシャルオリジナル東京ディズニーシーキーホルダーというふうに書いております。毎年ですね、デザインが変わっております。嬉しいですね。はい、現在の時刻はですね、19時10分でございます。手荷物検査を終えまして、最終的な待機列に並んでおります。はい、ということで現在の時刻はですね、19時34分、今回はですね、開園から4分ほどで入ることができました。で、こちら入ってすぐのところですね、メイちゃんもいますね、ダッフィーもいますが、今日はですね、とある場所に直行をしたいと思います。本当はちょっとこの辺でですね、いつも通り写真を撮りたいところでございますけども、今日はとあるところへ直行でございます。はい、ということで、すごいですね、キャストの皆さんがですね、手を振って、出迎えてくれております。いや、かわいいですね。あ、すごいですね、これはもうすごいですね、もう総出ですね、おそらく役員クラスの方もいますね。これはすごいですね、社長かな、すごいですね、部長クラスでしょうか。
こちらレストラン付近でもですね、キャストの皆様がですね、出迎えてくれてますね。これはありがたいですね。あ、コックさん、あ、クッキングニーダスさんの先輩方でしょうか。クッキング、はい、ということでですね、なんか競歩大会のようでございます。走ってはダメでございますが、競歩は OK なんでしょうか。競歩状態でございますね。これ皆様競歩でとある場所へ向かっております。はい、ということで赤羽駅状態でございます。ただいまですね、ソアリンの待機列到着でございます。競歩大会でございました。さあ、ここから何分待つんでしょうか。現在の時刻は19時40分でございます。開演から10分後、ソアリの待機列に到着でございます。競歩大会でございました。はい、並んでからですね、5分ほど経過でこの付近まで来ました。あとどれぐらいで乗れるかわからないですね。また乗り終わった後ご報告いたします。はい、ということでただいまの時刻、20時50分ほどでございます。並んでから乗り終わるまでがですね、1時間ちょっとでございました。まあ、普段ではなかなか考えられないですね。これはですね、レイディ&シティ舞浜という感じですね。日本総合辞書ファンとタワマンファンはですね、ぜひソアリン乗るべきですね。いや、とても楽しかったでございます。はい、どうも、ただいまの時刻は21時でございます。先ほどソアリン、降りた後ですね、センターオブジアスを通ってみたところ、25分待ちということで、まあ、いつもよりは空いているんですけども、ちょっとお腹が空いてきてしまいましたので、そのすぐ近くにございますですね、ノーチラスギャレというところで、来ておりまして、餃子ドッグでございます。いや、美味しそうですね。それでは食べたいと思います。いただきます。はい、ということでですね、ただいまの時刻は、21時30分でございます。閉園までですね、あと1時間ほどでございます。で、餃子ドッグ美味しくいただきまして、インディまで来ておりますが、さあどれぐらいの待ち時間でございましょうか。インディ到着でございますが、待ち時間は、待ち時間は短そうでございます。今20分前後で球3件を楽しみいただいております。20分ぐらいだそうですね。いつもよりは圧倒的にやっぱ短いですね。20分待ちということです。はい、ということでただいまの時刻は21時50分、インディーですね、並んでから20分してもう乗り終わっちゃってます。すごいですね、空いてます。いや、大冒険から帰ってまいりました。それではこれからですね、ちょっと可愛いところに向かいたいと思います。アディオース。はい、ということでただいまの時刻22時でございます。ポップコーン買いました。いつも通りですね、オリジナルのボックスでございます。レジデンシャルサンクスナイト2019と書いております。いやー、嬉しいですね、オリジナルボックスでございます。味はですね、抹茶ホワイトチョコというものでございます。いやー、このオリジナルボックス毎年嬉しいですね。はい、ということでもうあと15分ぐらいで閉園というところでございます。現在22時15分ですね。ポップコーンを買った後ですね、ダッフィーちゃんたちの、お店を見まして、お宮を買いました。これから、電車まだ動いてますかね。乗りに行きたいと思います。
はい、ということで現在22時17分エレクトリックレールウェイ、私ディズニーシーに来たらこれを乗らずして帰れません。元鉄道マンの血が騒ぎます。いやー、元鉄道業界いた頃思い出しますね。私ディズニーシーに来たらこれは絶対乗ります、まあ、ランドではウィスタンリバーですね。はい、出発進行でございます。発車いたしました。はい、後部よーし、後部よーし、線路よーし。はい、電車到着です。白線の内を押さえください。電車到着です。降りるお客様を先に落としください。降りるお客様を先に落としください。降りの際は順序よくお願いいたします。お幸せお願いいたします。はい、車内に乗り込みました。はい、発車でございます。ディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます。安全のため。いや、ただいま電車とすれ違いましたね。ちなみにですね、 JR の大宮支社の場合はすれ違った際にですね、車掌同士が手を振り合いますが、それがまた見ていて面白いんですよね。ステーションに到着です。扉が開きます。はい、ということでただいまの時刻は22時35分ということで、もう閉園の時間が過ぎております。出口にですね向かって、歩いているところでございますが、最後に少し夜景を楽しんでいるところでございます。いやー、歩いているだけでも楽しいですね。はい、現在の時刻は、22時40分でございます。いやー、あっという間の3時間でございました。本日はですね、プーさんとピッピーブルも一緒にですね、Cをエンジョイさせていただきました。シャキーン。はい、ということで基地に戻ってまいりました。いやー、レジデンシャルサンクスナイト2019、とてもとても面白かったでございます。いやー、ソアリン乗れたのは本当良かったです。ということで、今映しているのはお宮でございます。いやー、今回も可愛いの買いましたね。見てくださいこれ。可愛すぎますね。わんわんめいちゃん、わんわん新キャラ、こっちゃ赤ちゃんでしょうね。こちらハンカチセット、これちょっと自分お気に入りなんですけど、何かというと鉛筆削りです。ちょっとかっこよくないですか。ディズニー感はそんなないんですけども、すごくかっこいいので買ってしまいました。ということで、レジデンシャルサンクスナイト2019参加してみたでございました。ご視聴ありがとうございます。